ルンガポイントは、アメリカ海軍の護衛空母。カサブランカ級航空母艦の40番艦。艦名は、ガダルカナル島北部のルンガ岬にちなんで命名された。艦は当初アラゾンベイの艦名で、ワシントン州バンクーバーのカイザー像船所で1944年1月19日、寄港する。1944年4月11日に、メアリー・エリザベス・マッケー夫人によって浸水し、 1944年5月14日に GAT ウォッシュバーン艦長の指揮下襲撃する。1944年の初夏に短期間訓練を行った後、ルンガポイントはニューギニアに向けて陸軍の爆撃機を輸送し、キロは戦闘で損傷した P-47 戦闘機を本国へ運搬した。その後、第29空母部隊に加わった。 ルンガポイントは1944年10月6日にサンディエゴを出港し、新珠湾、エニウェトク干渉、コッソル水道経由でレーテ湾上陸に参加する。11月13日から22日まで、ルンガポイントは作戦参加した輸送艦艇に対する上空援護を担当した。23日に艦隊を離れマヌス島に向かい、ルソン島攻略船の準備に入る。 ルンガポイントは12月27日にマヌス島を出港し、リンガエン湾への上陸を行うアメリカ第6軍に対する航空支援を行う。1945年1月4日にルンガポイントは1機の日本軍機を撃墜する。同日領艦のオマニーベイが神風の攻撃で沈没している。ルンガポイントは14回の敵攻撃を受けながらも、1月6日にリンガエ湾沖に到着し、 十一日間に及ぶ航空支援攻撃で一日約四十回の出撃を行った。一月十七日に任務を離れうるしい干渉に帰還する。一月二十三日から二月十日まで、ルンガポイントは伊洋島進攻作戦の準備を行い、作戦は二月十六日に開始した。この頃、第三航空艦隊はアメリカ艦隊への反撃作戦をいくつか講じていたが、 被害の戦力差などを考慮して、少数機の部隊を小刻みに発進させて、奇襲を行う、という戦法に決定した。これを受け、第601海軍航空隊は、水星12機、天山八機、零戦12機を攻撃隊として用意して、第二お盾特別攻撃隊と命名し、八丈島を中継して攻撃することとなった。第二お盾特攻隊は2月20日に、 最初の出撃を行ったが悪天候で引き返し、天候が持ち直した翌2月21日に、再び出撃。八丈島に到着後、部隊は5つに小分けされ、15分間隔で、洋島近海に向かって出撃していき、これまでの攻撃で、空母サラトガを大破させていた。ルンガポイントは、両艦ビスマークシーラと共に、硫黄島の東方会場にあった。日没後、 ビスマークーの見張りは水平線上に接近してくる3つの目標を発見。この目標はルンガポイントに照準を定めているように見えたが、1機はビスマークーの対空砲火で撃墜。残る2機の特攻機がビスマークーに急速に接近してきたが、一部の機関砲及び機銃は射程内にルンガポイントが入ってきたため撃てなかった。まもなくビスマークーに一機の特攻機が命中し、 続けさまに特攻機か通常爆撃によって被害が拡大したビスマークシーは15分で沈没していった。ルンガポイントは3機の天山に襲撃されたものの、1機は撃墜して残る2機は魚雷を発射したものの、幸運なことに艦首と完備をかすめていった。完備方向に魚雷を発射した天山は、攻撃後翼端が環境後部に接触。機体は、 飛行甲板場を滑っていって海中に転落し、飛行甲板場に火をまき散らしたものの、すぐに消し止められ、攻撃による死傷者も出なかった。ルンガポイントはこれ以上の被害を受けなかった。3月8日までに、伊王島の飛行部隊は完全に機能するようになり、艦艇は沖縄攻略準備のために、うるしい艦渉に帰島した。ルンガポイントは補給を受けた後、 3月21日に、ウルシー艦将から、クリフトン・スプレーグ少将を率いる前線部隊に配置替えされる。3月24日から6月27日まで、ルンガポイントは、関西機部隊により航空援護及び地上攻撃を担当し、しばしば特攻攻撃を退けた。沖縄戦における任務を完了すると6月27日に、レーテ島に帰還する。7月前半には、 第95.3任務軍に加わって沖縄西法で総会任務に従事し8月には上海から中国沿岸で展開8月6日にはマキンアイランド及びケープグロスターの航空機と共に停海など中国沿岸の日本軍拠点に対する航空攻撃も実施したこれらの任務は8月7日に完了しルンガポイントは中城湾に向かい 同書で日本幸福の方を知る。8月後半にルンガポイントは第5艦隊に編入され、和歌山及び長崎の港から収容されていた連合軍捕虜を輸送する任務に従事する。9月19日に760名の各国捕虜を沖縄に輸送する。10月の前半には東京湾への入港を命じられ、その途中10月2日に 行方不明となったウィリアム D サンプル少将と彼の登場した哨戒機の捜索任務に従事する。東京湾を10月28日に出港し、11月7日に新珠湾に到着する。その後サンディエゴへ向けて出港、11月15日に到着し、数度の太平洋巡航を行った後1946年の初めに西海岸へ移動する。 ルンガポイントは1946年10月24日に退役し、太平洋予備役艦隊タコマグループで保管される。1955年6月12日に、カウマイナス94に艦視変更され、1959年5月7日には、アクフマイナス32に再変更された。1960年4月1日に除籍され、1960年8月3日に、 サンディエゴで、ハイマン・ミハエルズ社にスクラップとして売却された。ルンガポイントは、第二次世界大戦の先行で5つの従軍聖賞、及び1個の主君部隊賞を受賞した。ありがとうございます。